はい、金馬通りとハノイの西部をつなぐ大動脈、鉱材通りに来てます。はい、この道これまっすぐ行くと、金馬ですよね。金馬で反対の方まっすぐこれ行くと日本人学校の方に行くんで、まあ、インドシナプラザとか、あの辺ですよねに行きます。でこの鉱材通りから一本中に入ったチャンクイケン通りですね。チャンクイケン通り、ここの通りの先に、今日ご紹介させていただく新築のサービスアパートがあります。はい、ケンタッキーがこの端にあってですね、角にあります。はい、じゃあちょっとこう今からもう切らずにそこまで行ってみますね。はい、この通りまっすぐ入っていきます。で前回も実はもう一つ別のね、フアンフォアアパートっていう日本人の、まあ、あの心をくすぐるような日本人日本好みのオーナーさんが建てているクアンファーアパートっていうのがあるんですけども、そこのまあ第2号店って言いますかね、2つ目のサービスアパートがここにありますよっていうことでご紹介しました。はい、ちょっとそこ先に移しますね。もうここまで行く手前で曲がるんですけども、せっかくなんでも一緒なんで、はい、でこのここですね、12チャンクイケンって書いてます。ここがその、クアンファーオーナーの2軒目のサービスアパートですよね。もうここおかげさまで、はい、全部満室です。 100% お客様がついてます。はい、もうあっという間に決まりますよね。はい、ここもあります。ここも結構安くてリーズナブルでいいサービスアパートですね。ほとんど日本人が契約しました。はい、ここまで来るんじゃなくて、今先に見えてる鉱材通りから1本中に入っていくんですよね。はい、アレイ1ですから、1番、まずここがアレイ1番、この道をちょっと入っていきます。あの通りからちょっとこっち中に入って、この先ズドーンと行くと行き止まりになるんですけどね、行き止まりになるんですけども、その手前にあります。だからこの道はもう通り抜けしてバン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 バイクが走るような道じゃありません。はい、この先ずっとまっすぐ行けば行き止まりです。はい、でどこにあるかっていうと、もうちょこっと見えてきましたけども、はい、新築のサービスアパート、たった4部屋だけたったの4部屋だけの全てワンベッドもしくはスタジオタイプしかないという、はい、完璧単身者向けの安いサービスアパートです。新築です。はい、この先は行き止まりですけども、これです。24番って書いてますね。はい、ここ 1,2,3,4 ちょうどワンフロアに1つ、はい、この4部屋ですね。はい、このサービスアパートをこれからご紹介します。はい、まあなんというか静かですよね。はい、通りから一本中に入っているんで非常に静かなんですが、まあ典型的なベトナムの、まあローカルのサービスアパートっていうかなんですけど、まあ、ここのオーナーさんはローカルじゃなくて、もちろんベトナム人ですけど、常にもう一つもう第1号のサービスアパートを持っていらっしゃいます。でそこもおかげさまで日本人もうフルに契約されてまして、とってもいいんですよね。うちのお客様もそこをご紹介しましたけども、今回こう2軒目です。ここまあすごいところに建てるなと思うんで、このまあ侵入ですよね、考えたらまあそんな高くはできないだろうということで、だいたい650ドルから700ドルぐらいの、はい、44平米ぐらいの広さの本当に単身向けの安いサービスアパートを作ってくれました。はい、じゃあこれから部屋の中ですね、どんな仕様か見ていきますね。はい、じゃあこれから部屋の中撮っていきますね。はい、鉱材通りから一本中に入った、チャンクイケン通り、はい、チャンクイケン通りの、新築のサービスアパートです。はい、まあまずは見てください。ちょうど今部屋入りまして、右側に下足箱がこういう風になってましてね、でここになんと、乾燥機能付きの洗濯機があります。はい、あります。場所的にですね、かなりやっぱ狭いのでこうなってしまうんですが、はい、狭いがゆえに非常に安いですね、物件、新築のサービスアパートです。はい、まずカメラ撮っていきますね。まあ、見ての通りガラスで、まあ、ガラスの扉を挟んでベッドルームとこう分けてますよね。はい、こちらがベッドルームです。でこの先が、まあ、ちょっとしたベランダがありますよね。ちょっとしたベランダがこんな風にありまして、で、まあ、外はもう目の前には細い路地の入ってきた奥なんですよね。
ですのでお隣様の、まあ、家がちょっと見えてしまいますが、はい、まあ、これはもう安いがゆえに仕方がないなという感じですよね。はい、でここの、まあ、オーナーさんも実はここ2軒目です。はい、ちょうどインドシナプラザの近くに1軒目を構えてらっしゃって、まあ、即日完売するような非常に広くて非常に安くて非常に質のいいサービスアパートを運営されてて、ここ2軒目、はい、場所的にはねちょっと、まあ、窮屈な路地の奥になるんですね。少し、まあ、立地的にはねどうかなと思うんですけど、まあ、鉱材通りからすぐ奥に入った一本のところですので、立地的にはそんなに悪くはないかなと思います。いろいろ交通、まあ、通勤の上でもそんなに悪くはないかなと思うんですよね。まず仕様を見てください。ベッドルームから行きましょうか。両サイドにキャビネットがあって、読書灯が2つあります。まあ、そこそこ、まあ、これだったらお一人さん十分でお過ごしいただけるようなベッドルームの広さですね。で、まあ、こちらが開口部になっているので光が入ってきますから、ここを壁にしてしまうとリビングが暗くなってしまうので、当然このガラスの扉にしてます。ただ、まあ、ここに何でしょうね、カーテンレールかなんかをつけて、万が一人が入ってね、お客さんなり友人の方が来た時に、まあ、ベッドルームはあんまり見せたくないんで、ここをこうカーテンで遮るというふうな希望がもしあるんだったら、別にそれはつけていただくことも可能です。それ交渉します。はい、でリビングセットですね、があって、ソファーがあって、テーブル、ダイニングテーブルがこうありますよね。でそこはもうすぐ入り口です。はい、でキッチンがこんな風にありますよね。あ、その前にテレビ行きましょうかね。壁掛け型のテレビですね、があります。これのメーカーはサムスンですね。サムスン、はい、サムスンがあります。で上にはパナソニックの、冷暖房完備のエアコンが、リビングに1つ、ベッドルームに1つあります。はい、でキッチンはまあどうでしょうね、単身向けなんで、こういう IH の電気コンロみたいなものが一つと、まあ、ライスクッカーにポットに、はい、マイクロウェーブですね、この辺は標準でついてます。で、まあ、ちょっとお鍋ですね、お鍋ここにありますし、そこそこ全部一通りのものは多分揃ってるんじゃないかなと思います。まあ、これは交渉します、もちろん、はい、交渉しますね。で、まあ、こんな感じでチョップスティックからシルバー系のものも入ってると、まあ、単身の方がここに来て生活をする上では特に問題がない、はい、ぐらいの設備というか材料は整っているかなと思います。はい、キッチン周りですね。はい、キッチン周り、ダクトもちゃんと、あ、まだつけてないな。はい、ダクトはこれからつける予定ですね。まだですね、こうするとガーッとこう吸い取っていくんですけど、ダクトをつけてここに穴で上に伸ばして外に換気をするということですので、ちょっとまだそこまでは行ってません。はい、でそういうふうな仕様にしますよね、もちろん。で、パナソニックの冷蔵庫がここにあります。上にはまだ棚がありますよね。でこちらが、サニタリースペース、イナックスの便器で、 TOTO さんの洗面、ちょっとまだ汚いですけどもね。で、まあ、お湯タンクがここにある。見ての通り、これは40リットルかな、50リットルあるかなっていう感じですね。はい。で、ここにはバスタブ。で、バスタブの横には、まあ、吹き抜けがあって、湿気を飛ばすための開口部があります。ここには、まあ、換気扇も回ってますけどもね。はい。こんな感じです。まあ、見ての通り、とても狭いんですけども、単身向けのワンベッドルーム。で、ここのサービスアパートは、もうたったの4部屋です。たったの4部屋しかありません。で、そのうちの半分がこのワンベッドルームで、もう半分はスタジオですので、まあ違いは何か、両方とも面積は見ての通り同じです。44平米。ワンベッドもスタジオも44平米。ですから、ベッドルームとこう仕切りをつけてくれよっていう人と、そんなのもめんどくさいからいらないよという人と、まあ、これがあるかないかっていう違いの差かなと思います。この間のこの扉があるかないかの違いだけで、まあそんなに違いはないかなと。メリハリをつけたいんだったらワンベッドで選べばいいですし、スタジオだったら若干安くなります。はい、じゃあこれいくらかっていうと、面積は全て4部屋とも44平米、たった4部屋のサービスアパートですね。はい、今まだちょっと建築中でもう仕上げをしている段階ですので、まもなくこれ完成してもうすぐにお客様は多分つくとは思うんですが、お客様がすぐつく家賃ですよね。はい、このワンベッドルームで44平米で700ドル、700ドルです。
で、スタジオタイプ、間仕切りがいらないよという人は650ドル。50ドル安くなりますよね。650ドル。じゃあこの650もしくは700ドルの家賃に含まれますものは何かと言いますと、税金と管理費以外にハウスキーピングサービス、週3回。掃除、洗濯、で、食器洗い、アイロンがけ。全部やってくれます。はい。で、インターネット使用料。Wi-Fi ですね。どっかに Wi-Fi モデルは多分つけると思うんですけど、Wi-Fi。はい。Wi-Fi のインターネット。固定費で、固定ですから、いくら使ってもらっても家賃には関係ありません。で、ケーブルテレビの視聴料。まあ、海外のね、ディスカバリーであったり、CNN だったり、いろんな番組が入る。その、ケーブルテレビも入ってます。で、日本の番組に関しては、NHK プレミアムだけ、1チャンネルだけつきます。はい。あとは蛇口ひねって出るこの水道料金と。はい。これ全部含まれて、ワンベッドルーム44平米700ドル、同じく44平米で、スタジオタイプであれば、50ドル安くなって650というのが、このサービスアパートです。いかがでしょうかね。はい。もう、これも家賃勝負ですよね。もうその場所どうの大体通勤のピックアップのルートに入っていれば、はい。もうあとは家賃だけのところで、安ければ安いほどいいよというふうな方もやっぱりいらっしゃいます。はい。で、まあ、安ければ安いたって、その100ドルとか200ドルじゃローカルのアパートになりますので、それこそ住んでからオーナーさんの方で居住証明とかね、そういったものすら取れないような、レッドインボイスも出せませんとかですね、そういうわけのわからないオーナーさんが結構いますが、そういうローカルではなくて、きちっと外国人に対して、賃貸として出します、貸しますという免許をきっちり持っているオーナーさんのサービスアパートです。はい。証拠にその1件目はもちろん、弊社のお客様も何件もご契約していただいているんですけども、ちゃんときちっとした手続きを踏めるオーナーであることが分かってますので、ここのオーナーであれば安心です。はい。ですので、そこでまず間違いがないところで、借りたいと。ただ、もう1000ドルなんてとんでもないと。もう安ければ安いほどいいんだというふうな方ですね。はい。こちらで現地採用でこれから仕事をしますと。あんまり住まいにはお金かけれませんが、でもかといって安かろう悪かろう、じゃあちょっと仕事にならないんで、その辺のところで、まあ600、700ぐらいでなんかいいのありませんかねというふうなお客様が来れば、もう間髪入れずにここをご紹介するかなという感じですよね。はい。そういうサービスアパートです。はい。たったの、4部屋で、まあ、今みたいに、ね、聞こえてますけど、ちょっとまだ工事の音が聞こえてます。今すぐっていうのは少し厳しいかもしれませんが、あと数週間ぐらいで完成します。たった4部屋ですね。はい。ただ、一つ難点があるのは、これエレベーターがありません。エレベーターがないんです。だから、2階、3階、4階と、全部で5フロア、5フロアなんで、5階まであるんですけども、上に行けば行くほどちょっと辛いなという感じです。ただ安くなるんで、新しくても安くなるんだったら、いやいや、だったらもう階段の上に登りますよという方であれば、ぜひお問い合わせをしてください。はい。以上、鋼材通りから1本中に入った通りですね。そこからまたもうさらに1本入った、まあ、チャンクイッケン通りっていうところ。はい。ここの通りの中にある新築のサービスアパート、たった4軒だけの小規模なサービスアパートですね。完璧単身者向けです。安いです。しかし、物はいいです。オーナーもいいです。いかがでしょうか。ご希望の方は早く、なるべく早めにお問い合わせをください。以上、レポート終わります。